お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もクロシロールやっていくんですけど、久しぶりのね、動画投稿かなと思います。1週間から10日ぐらいかな。はい、休んでたんですけど、まあ理由としてはですね、はい、一応知らない方のために言いますと、今ね、リーグが、はい、ありまして、だからまあ試合がね、はい、あって、まあ僕自身ね、全然今勝ててないんですよね。はい、そういった状況で、ちょっとね、YouTube に割く時間はあまり取れてないって言ったところで、はい、ちょっとお休みしてました。って感じなんですけど、次の試合までちょっと時間があるので、まあ、気分転換にね YouTube を撮っていければいいかなと思います。というわけで、まあ、今日から毎日続くわけではないと思うんですけど、まあ、ほどほどにね、はい、動画も上げれたらいいかなと思います。というわけで、久しぶりに何使おうかなと思ったんですけど、これね、あのガゴムレヒースピね、まあ、ヒールスピリットをね使っていこうかなと思います。結構強いかな。なんかロイホグとかバルーンとか、まあそんぐらいか、まあ、その辺のデッキに採用されてて、意外とね、活躍するカードかなと思います。でジャイデッキではあるんですけど、ジャイはね飾りだと思ってください。まあ、ガゴムレディガーで、もうウィザードが来ようが、もうベビドラが来ようが、アイスイーズが来ようが、もう何が来ようが全部ディガーでバチコーンって当ててね、もうヒースピで回復して、もうゴリ押しガゴムレ削りしていきたいなと思います。というわけで、読みがね、大事ですね。なるほど。ちょっと待って。混乱する。相手は、お前のタワーを今からウッドとロケットで削るよと僕に今宣言してきましたね。はい。最近クロスもね、全然違う。ちょっと待って。クロスボウデッキもいるんですけど、アイスイズテスラクロスって言われて、すごいんですよね。もうクロスで守って、あとロケットだけで削るぞっていうね、デッキがね、ちょくちょく、まあ流行ってるというかね、すごい、有名になってきてるんですけど、今回の相手はなんかすごいですね。やんなめ、うわー、ちょっと待って待って待って、うわー、ちょっと待って。マスケをやれるとでかいですね。で、相手は、やんなめ、ホグでしたね。ホグ。ホグを警戒したい。クロスは、まあ、ジャイでダメージを抑えれる。あ、待って、来た。みんな見て。いくよ。これタワーワンパンします。落ちます、これでタワー。なぜなら、あなた今、矢の羽を抑えた。ここに何かユニットを出してきても、ヒースピで回復。さあ、まずヒースピからウッドで処理して。いや、綺麗だ。相手の、うまいですね。なかなか綺麗。ですが、今、矢の羽を使ったので、っていう感じで、ちょっとね、ガゴムレをね、意識して、攻めていきたいところでありますね。で、もう一個ぐらいスペルありそう。あ、ヤナムウッドか。で、まあこっち、ロケットとかないことに乗りつつ、ジャイが欲しいですね。今、ジャイがちょうどないので、このマスケットは綺麗に処理される。いい防衛クロスですね。この相手のクロスは。で、ホグでダメージを削っていくといったところなんで、僕はミニペッカでホグを完封すれば、相手の攻めのダメージはね、なくしていけるよと言ったところで、はい、ミニペ構え。来い。来るぞ。そろそろ来るぞ。来たー。あ、ミニペの位置1個低いが、多分大丈夫でしょう。うい。さあ、完封していく。で、まあ、こっからですね、僕のガゴたちは本当に使い物にならないので、相手がね、嫌な網持ってるんで、ここで使ってくれると、あ、待って、やべ、待って、やべ、ミスった。いてえけど、オッケー、右側生きてる、ナイス。おぉ、ヤナメ使いました。来た。行きます。早く、やりこぶ歩いてきて。早く歩いてきて。ここで、もう、この無視ですね。この無視して、で、これ、多分、3が遅れて出しても、多分、間に合わないと思うので、この無視して、オッケー。これはもう、あれですね。ガゴムレがね、無双します。まあ、ジャイがね、いい感じに。ジャイはカズリーとか言いときつつ、ジャイのおかげでタワー折れる。あぶねえ、結構いい試合してますね。矢の飴は、こう、うまいこと、矢の飴が上がる、ガゴとかに当たるタイミングに、ヒースピがね、回復すれば、ガゴたちは生きるんですけど、相手がユニットを出さずに、矢の飴だけでね、ちゃんと、ガゴとかを処理してくると、使い物にならないんでね、うちの、あの子たちは。よいしょ。さあ、で、この辺にスケルトン部隊行きますね。これ一回後ろから行きましょうか。うん、勝てそうですね。はい。というわけで、
ここまあ守ってですね。いやー、ちょっとね、最近ずっと、まあ、クラロワしてるんですよ。当たり前にっていうか、クラロワしかすることがないんですよね。まあ、いろいろね、こう、外に出れない時期じゃないですか、今。なので、こう、なんか友達と遊ぶとかも、ま、もちろんないですし、なんかね、まあ、友達とご飯に行くとかもないわけですよ。で、こう、気分転換というものをね、できないんですよね、最近。そう、することがないんですよ、気分転換。なので、もうマルチして、気分転換にグラチャレして、で、気分転換にフレバトして、気分転換にトリプルドラフトして、っていうような感じで、クラロワ内でね、気分転換を最近すごいしてて、今日はね、気分転換で YouTube をね、撮っていくと言ったところで、これは決まったんじゃないのか？相手が矢の羽を裂いたので、このガゴ群れがね、スケルトン部隊たちを溶かしてくれると、まあ、言った感じで、ナイス！はい。って感じですかね。まあそんな感じで、もうねすごい廃人になりつつありますが、最近てか何話してたんですかね。 YouTube 久しぶりに撮るんでマジでちょっと感覚忘れましたね。今のクラロワはすごいエリゴレがね増えてきてますね、圧倒的に。エリゴレとスパーキーとなんだろうね、なんかそういった感じのデッキがちょっと増えてる印象ありますが、やべえ、見てなかった。ちょっと待って。あーはーん。これ一番ダメなやつ。これ、一番ダメなやつ。遅れて頑張って対応するけど、ユニット爆発死ぬし、ダメージ入るしっていうもの、すべてのダメなパターン。でもこれ、勝てます、これ。これ、今からタワー1本おります。ほんとです。ジャイガガムリします。で、メガナイトか何か来ます。だけど、ヒースピを添えてあげて、全回復して、お疲れ様でした。はい。これ、相手のデッキ、メガナイトウォールブレイカーなんですけど、メガナイトウォールブレイカーのデッキに対して 100% ぐらいで勝てます。ジャイガゴムでヒースピをしとくだけで、勝てますね、これ。すごい相性がいいです。なんで、前半のダメージはハンデみたいなもんですね。はい。というわけで、まあ、ゴブリンか。つついてくるかな。おい。ここでね。あ、ウォールブレイカー。お疲れ様です。いや、早いですね。これはね、早い。しょっぱなね。しょっぱなちょっとダサかったんですけど、まあ、勝てばいいですよね。って言った感じで、さっさっさ、テンポよくね、行きましょうか。スパーキーも強いですけど、最近のスパーキーが、まあ、クエイクとか、まあ、クエイクがやっぱ多いんですよね。クエイク系に対して、まあ、このデッキ施設がないので、クエイクが腐るのと、ガゴ群れですかね。やっぱガゴ群れヒースピーがでかいですね。だからヒースピーが楽しいっすわ、使ってて。これ間違いないですね。もう、積極的。で、三角からのこれ適当にマジで、なんかね、ちょっと遅れてヒースピーソールだけで、相手絶対きついんですよね。これ、本当に。なんか出さないといけないんですけど、出したら出したでユニット回復しちゃうんで。あ、このディガーは本当に必要だったのかっていう。うちのミニペがやってくれましたね。ナイスふぅ、というのわけで、さっさか一本っていうか、メガナイトかな。多分メガナイトに、相性がいいんだと思いますね。まあ、じゃあ逆に何が辛いのとなるんですけど、まあ、なんだろうね。なんだろう。まあ、エリゴレか？でもエリゴレと真っ向勝負したら勝てないんですけど、逆にこっちも攻めてあげればね、いい感じになります。で、これもまあ、許容という名のね、ガン虫ですね。許容ですね。一応許容と言っときましょう。で、からのミニピンも出しつつ、で、三角を置きたいですね。これで相手は、もうエレキ出せなくなって、あ、出すんかい。エレキ出したら、陸が足りなくなって、ミニペッカがヤンキーパンチして、はい、お疲れ様でした。いいですね。ちょろいですね。そんな言い方するのは良くないってね、なるかもしれないですけど。はい。やべえ、喋ることね、マジで。喋ることなんか考えておけばよかったな。最近 YouTube 見てないっすね、マジで。クラロワして寝て、あ、でもご飯作るようになりましたね。まあ、作らないと、一人暮らしだとマジ飯がないんで、本当に待ってて飯が出てくるのめちゃくちゃ幸せですね。本当に。マジで。実家で母さんがこう飯作ってくれるじゃないですか。で、別に今はいらんし、みたいな思うんですけど、まあ、お金払ってでも食べたいですね。飯を。作ってもらいたいですね。今だと、もうね。ほんとにカップ麺だけでも作るのがすごいめんどくさいぐらいめんどくさいですね、飯っていうのが。で、飯の時間をなくしたいんですけども、飯食わないともうね気分悪いじゃないですか。もう地獄ですよね。もう自分でやらないといけないんですけど、
やるのめんどくさいし、でもやるのね、やんないとやんないで、もうね、自分が苦しいしっていう悪循環ですね。もうめんどくさがり屋な僕にとってはね、もう地獄ですよ。一人暮らし。まあでもいいんですけどね。一人暮らしもいいんですが、飯を作らないといけないというものがすごい辛いです。さあ、どんなわけで、相手はベビドロを裂いたゴレです。というわけで、今、ガゴ群れを出すと、違う、全然違う。なんだこれ。んイースピナイス、おお、まだまだ。エリゴリかミスターエリゴリかまだこれ残るぞ。この、なんか1体、残るぞ。残る。で、もう1体くらいなんかユニット対応。行きます。さあ、ヒーラー遅れて出たので、まあ多分コストねんじゃねえみたいな感じのミニペック。ああ、待って。これはまさか。神様が協力してくれましたね。やばい。なんか中二みたいになってる。ちょっと待って。やばい。今日の動画事故ってるかも。まあいいや。久しぶりの動画投稿でね。ちょっと夜に撮ってるね。これもしかして動画、撮れてなかったら悩ますね。ああ、完璧。完璧。そして、キースピで回復せんのかい。このマスケットには回復しない。いや、いい。三国語ベビドラを倒す時代が来ましたね。さあ、そして、相手今ベビドラを裂きました。ガガムレタイム。まあ、そんな感じで、相手の対空、まあ、陸もですけど、なんか対空把握しとくと、マジでガゴとガゴムレかな。フィーバーしますね。てなわけで、いい感じですね。一試合、なんか一瞬で終わったので、もう一試合ぐらいやろうかな。何試合したか覚えてない。3試合かな ?4 試合ぐらい。まあ、もう一戦やろうかなと思いやす。ヒースピがやっぱいい味出すんですよね。アイスピとか、コウモリとかもね、処理してくれるんで、スケとかね、その辺がでかいですね、と。ところで、まさか、これ日本人なのかな外人っぽいですよね。さあ、ウォールブレイカー来る。ってことは、待って、来た。神じゃない、ワンチャンメガナイトだよね。マスケとかね、ああ、違った。俺の予想が違った。こう書いてんのね。ウォールブレイカーですね。マジで、普通のメガナイトウォールブレイカーだったら、てか、そう、メガナイト型だったらもう勝ち確だったんですけどね、今。これは残念ですね。こう書いて、ただのウォールブレイカーですね。これ、こんぐらい無視していきましょうか。何かを得るためにはね、何かを捨てなければいけないんですよ。というわけで、この700ぐらいのダメージを捨てていきますね。で、マスケ出して、ガゴムレまで出すと、ポイズンでさすがに美味しくね、いただかれちゃうので、一回待って、リガー飛ばしつつの、ちょっと遅めにね、3個ぐらい足すと、このタイミングでポイズンは打ちたいけど、ってなるんでね。OK、マスケ一発ナイスで、これにまあ、ディガーウォールブレイカーかなんかが来るか、はい、来ません。あ、単体か。これはマジ鬱陶しいっすけど、ジェリーゴブリン咲いたので、この木がちょっと、まあ、ナイトか。ナイトで受けられて、ナイトの後ろにウォールブレイカーからのディガーですかね。多分。プラン A としては。これの後ろにウォールブレイカーつけつつのディガーがプラン A。プラン A 来ませんでしたね。ちょっとウォールブレイカー警戒高めマスクするんですけど、多分無視ですかね。やばい。もったいない。あ、待って、でもナイト咲いたな。ナイト咲いたら、このね、後ろのマスクがやっぱ厄介なんですよね。で、あれも咲いたので、うわー、いいペーズンだ。いいペーズンだ、これは。さあ、ポイズン咲いたので、僕のガゴムレがいきます。まあ、そんな感じでね、やってみましょう。で、これは多分耐えれる。で、前行くよね。オッケーオッケー。で、ヤリゴブリンが真ん中に出る。さあ、きついぞ。これ、きついぞ。オッケー、ボーイポイズン。さあ、来ましたね。いい流れ。ここでポイズン使うと、このマスクがやっぱきついんだね。やべ、これ、一発か。いや、マスケ神エイム。神エイムの真逆だな。あんま言わないですけどね。これもう単体ガゴムでするだけでもきついっすね、相手。そう。で、これにポイズンか。ああ、そうっすね。てか、毎回ポイズンしてるから、なんかもったいないっすね。美味しくいただかれてるな。ちょっとうまいですね、相手。で、矢の飴俺持ってんな。なんで矢の飴使ってねえんだろう。さっきから。矢の飴持ってること忘れてた。やべ。防衛で矢の飴使っとけばよかった、さっきから。あ、来た。これね、
僕ぐらいになるとね、ひらめいちゃいますね。ここで J さんが動くんですよね。うわすげえ、相手防衛ポイズン徹底っすね、マジで。こっちにガゴムリヒースピー、うわーちょっと待って待って、全然通んねえ、やべえ、相手うまいっすね。うん、ちょっと待って、てか俺も下手だ、相手もうまいし、ちょっとうわー持ってねえ、これ勝ち試合だ、絶対勝ち試合。なぜならもうガゴがきついんすよ相手。うわーいいタイミング、うわーいいタイミング、これは無視をせざるを得ないが、あはー待ってくれー、俺のラスト試合が、いやワンチャン、あポイズンだ俺な、いや持ってねえな、なんかポイズンで美味しくいただかれすぎてましたね。いやー回転が早いし、いやこれ勝ち試合ですね、勝ち試合ですね。なんだろうね、マスケもすごい厄介だと思ってたんで、まあなんかジャイミニペマスケがジャイマスケヒースピで、そうっすね。なんかサンゴゴ、サンガゴディガーあたりをもうちょっとうまく使えたらよかったな。いやー、ちょっともっちゃいないんですね、これは。まあそんなわけで、ちょっと悔しい感じで終わったんですけど、まあそんなわけでね、ちょっと YouTube もたまに上げていこうと思うんで、ぜひね、また見てもらえるといいかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。また何の動画出そうかな。ちょっと考えておきますね。はい。まあ、今こんな感じなんですけど、多分30C かな。30C 出しつつ、エリゴラも出したいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。